皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィ Wii デラックスパート3やっていきましょう。今回も前回に引き続きレベル1クッキーカントリーの方を進めていければと思います。前回は新要素ワイワイマホロアランドでこちらワドルディのお面ゲットすることができたんですよね。せっかくだからこちらはつけたままステージ3の方やっていきましょうか。なんか新要素初っ端からたくさんあって面白いよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてスパーク能力ゲットすることができました。スパークといえば夢の泉でプラズマといえばあのスーパーデラックスという方も多いと思いますが、今のカービィはですね統合されてるんですよ。このバチバチ溜めて撃つというプラズマとね、あとはビリビリするスパークは一緒の能力なので結構ね使いやすくなっています。スパークってねもともとニードルとかとあんまり能力変わんなくないっていう気もしたので、こういう統合されてね独自性が出るのはいいことだと思います。てかワドルディのお面だとちょっとあれだな、敵だと思っちゃうな一瞬ということで一旦お面取って進んでいきましょうか。こっちのルートで合ってた？大丈夫？エナジースフィア見逃してなければいいんですけど、このステージにも3つあるみたいですので絶対ここだ。よかった気づいて勢いで入ってたらエナジースフィア1つ目見逃すところでした。そしてこの扉をくぐった時の星の演出いいですね。いや MK さん絶対ソードの方がいいわプラズマあんまりね、スーパーファミコンの頃も使いづらかったし、スパークはそんなに強くないんじゃないって思っちゃう派なので、ソードみたいにこのジャン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 進める方が MK さん的には使いやすいんですけど、皆さんどうでしょうか。でかいこいつなんて言うんだったかな、名前忘れちゃった。この UFO のやつ64、あ違うな、初代からいるかこいつは。64でねあの 3D でボヨンボヨンしてたイメージが MK さん的には強いんですが、はい1アップもゲットしまして、おこれは頑張り吸い込みですね。一旦ソードを捨てまして、あそこか、ちょっとタイミングゲーだぞ。ちょっとだけジャンプして撃った方がいいんでしょうか。ワドルディには当たらなかったけれど、なんとかあれですね、エクレア、なんだった今、ドーナツゲットすることができました。ファイヤー、はい、じゃあこちらもゲットしまして、そうファイヤーとバーニングが分かれてるのもあの夢の泉くらいですからね、バーニングも使いますから、これでガンガン進んでいきましょう。ビームあったよ、ビームがいいな、落ち着け、シャッツのこの足元を壊しまして、結構シャッツはこの足元壊されて落ちるみたいなのあるあるですよね。でここも足元壊す、エナジースフィア見逃してないか、お1個あったぞ、鍵が必要、この奥にあんのかな。とりあえずあそこのブロンドバードを倒しまして、シャッツは落としといた方がいいよね。鍵はこの奥にあるってことで大丈夫でしょうか。これだ、じゃあこれを持って、あシャッツ落ちてった地面壊したからね。うわっブロンドバードがちょっと邪魔ですけど、うまくジャンプしてかわしていく。 OK、 そう鍵とか何か持ってる間はホバリングができないので穴に落ちちゃうともう一発アウトなんですよ。まあ今作からはねあのマホロア、お助けマホロアがあったりするので不安だという方はそちらを使ってもいいんじゃないでしょうか。てかビームのアクション増えてる？ Wii の頃よりもなんか多彩な気がするな。はいこれで、あ落ち着け、パイナップル欲しいけどね。 OK ゲット、あ体力満タンだったかまあ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 、パイナップル美味しいから食べた方がいいですからね。で下のコインもゲットしつつ、よしさらに先に進んでいきましょう。ここは特にウルトラ能力とかがあるわけではないか。ああトゲだった、全然地面見えてなかった今トゲ同化してたぞ背景と。そしたら壊して、あやべえ猿だ、この猿ね毎回めちゃくちゃ厄介なんですよ。多分先に行って猿を倒さないとダメっていうやつだと思うので、猿を画面外にはしないようにしつつ先回りしましょうか。はいここのドーナツも食べまして、おもういけるかな。これでスイッチ押したらソードにやられないように鍵をゲットしていく、素晴らしい。でソードに叩かれないようにジャンプして、 OK 最後のエナジースフィアゲットすることができました。そして出たね、そうこいつ星のカービィ Wii の時にはいなかったやつでございます、フェスティバル能力。これねあのスターライズから出てきた能力でして、今回は星のカービィ Wii にまあ逆輸入って言うと変ですけど星のカービィ Wii でも実装されたと。 OK、大量の敵を一気に倒してなんとかゴール、まあクラッシュ能力みたいなもんですね。そしてゴールゲームの MK さんまだ1取ってませんからね、今回で取りたいと思います。いくよ、ここでおらどうだ、行ったんじゃない、これで来たやっぱり MK さんゴールゲームうまいのよ。1だったら1アップももらえると思います。フルカービィダンスを見て、はいコイン大量と、あれ
あ、1アップもらえないんだっけ、星のカービィ Wii って。もらえると思ってた。まあいいや。そしてコインじゃないよね。スター、なんて言うんだったっけ、スターチップ、なんて言うんだったっけ。あの MK さん、マリオのやりすぎでちょっとコインって言っちゃうんですけども、そしたら、ステージ4やりたいところでもありますが、ちょっと、ワイワイマホロアランド行っちゃっていいですか。ここもね、めちゃくちゃやり込み要素多いからさ、今のうちにやっといた方がいいと思う。後半になってからもう毎回ワイワイマホロアランドしかやってないじゃないかいみたいな回になっちゃいそうなので、お、お面でなりきり 大冒険、なりきりお面をつけてメインモードを一ステージクリアする。 OK、 クリアしました。そう、見てこのお面の数、みんなこの総数、これコンプリートしないといけないからさ、毎回マホロアランドもやった方がいいと思うんだよな。はい、そしたらお面はワドルディのままにして、前回と同じくこちら攻略する、違うのやってみる、これやるか、スマッシュライド。こちらはですね、三条ドロッチェ団ですよね。その時にあったミニゲームでございます。じゃあ、レベル1からやっていきましょう。スマッシュスターはスティックで向きを変えて A で進むよ。はい。A 長押しで力を貯めてスマッシュ。相手をリングの外へ落としてポイントを稼ごう。手強いドロッチェ団たちは落とした時のポイントが高いよ。なるほど。ドロッチェ団をガンガン落としていけばいいんですね。あとは敵も落として、まあ敵のね、行動を一時的にこう塞いじゃうっていうのもありだと思いますが、お、いきなり目の前にドロッチェ団がいました。こいつ行きましょうか。ぐーっと溜めて、ゴー、行け、オッケー、落とした。そしてこの辺も倒しちゃえばいいんだな。いいぞ、いいぞ、いいぞ。はい、で、こいつも行け、行け、行け、行け。あ、これさ、あんまりドロッチェ団だけにやんない方がいいのかな。お、出た。待って、違うやつ出たぞ。こいつも多分得点高いので、はい、しっかり落としていきましょう。素晴らしい。MK さんは落とされないように気をつけましょうね。はい、で、ここも、あらららら、危ね危ね危ね。はい、落として、いいよいいよ。結構今高得点じゃない？落ち着け。ここ。うわ、これ、溜めてる人に近づくの怖いな。はい、こう来て、こう来て、うまいよ。これ、一体ずつってよりはさ、一気に落とした方がいいと思うんだよね。こう、来た！こういう感じで、一気に落とした方が絶対、なんだ、得点稼ぎやすい。あら、落ちちゃった。まあまあまあ、しょうがないですね。はい、で、こちらも、おー、オッケー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 。一気に得点稼いでいく。まだまだ落としていきますよ。これ、ワドルディのお面つけてるから、自分見失うな。で、ミニゲームの途中でお面外すことはできないので、ちょっとそれはあれなんですけども、ここ、まだまだ諦めずに落としていく。素晴らしい。最後もデデデを落として1点ゲット。ランキングで1位だよね。さすがに29点、やりすぎたか。ちょっと MK さん本気出しすぎた感がありますが、スマッシュライドを初めて遊ぶ。そして1スマッシュでダブルヒット、1度のスマッシュ攻撃で2人以上相手を落とすもクリア。よし、じゃあレベル2レベル3遊べるようになりましたが、ミッション的にはドロッチェのなりきりお面をつけて遊ば、これはちょっと今できないね。ゲーム開始から20秒以上落ちずに戦う、これもむずそうだな。そしてレベル2で20ポイント勝利、レベル3でドロッチェ団壊滅、あ、全員落とすのか。で、累計70回落とす、全ての難易度制覇と。よし、じゃあレベル2で20秒落とされずに、かつ20ポイント取れば、2つのミッションクリアしたことになりますね。お、他のドロッチェ団も出てきました。こいつらも落としていきましょう。待てよ、落とされた。はい、もう1個のミッション終わり。そしたらもう20ポイントだけ考えましょう。うわ、むずくないか。待って、20ポイントね。お、今の結構、得点いいんじゃない？はい、で、そいつ落としたい。そいつ2点だよね。ほら、いいけ、ナイス。はい、で、ここも落として、ここ、あったった、落ち着け、落ち着け、落とされんな。MK さんは落とされずに他のやつを落として、うわ、危ねえ。今よく落とされなかった。危ねえ、危ねえ、危ねえ。くっそ。結構むずいな。はい、ドロッチェ団落として、さらにこの辺もいきゃら、なんで普通にドロッチェ団に落とされたんだが、で、ほら、ここで溜めて打っていく、素晴らしい。はい、で、君も落として、いいよ、一気にドロッチェ団落とすよ。ここで待てよ、待てよ、溜めろ溜めろ溜めろ、溜めて、おら、あー、くっそ、2人一気に巻き込みたかった。ここも落として、20点取れてんじゃね、取れてそうな気はする。ええー、べ、待て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 、最後まで諦めずというか、最後までポイントを稼いでいきたい MK さん、どうだ、うわ、20点微妙か。さっきのが29点だとすると28点、めちゃくちゃ取れてんじゃん。余裕でした。ということで、レベル2で20ポイント以上取って勝利する、クリアできました。これレベル3までやっちゃう、次レベル3がドロッチェ団壊滅か。よし、じゃあ全員落とすのね。4種類いんのか。OK、わかりました。いや、壊滅ってなると、おーっと出てきたこいつ、なんだったっけな、名前。ストロンだったっけ、なんか、
なんか重いストロン、ストン、なんだったかな、ストンプみたいな、そんな名前だったような気がしますが、ちょっと待って、落とされすぎ。 MK さんがそいつをまず落としていく。くっそ、待って待って、まず MK さんが落としたい。ここでおら、 OK、 落とした。いいよいいよ、ドロチェダン壊滅。あいつなスピンだったかな、このあの盗賊。いけ、ナイス、落とした。あと2種、毒来たよ、全部で4種類で、あー毒落とされた。でこいつがなんだ、チューリンだったかな確か、ちょっと名前が曖昧ですけど、あと毒、あ、もう来たんじゃない、え、全部落としたんじゃない、まだだっけ、あれチューリン落として、あれスピン落とした、落としたよね、あれ、毒いっちゃった。で、ストロン落としたよ。こいつ落とした。でもまあ、とりあえず、撃っていく。ちょっと待って。あ、オッケーナイス。で、ストロンさらに落としていく。素晴らしい。いいよ。なんならポイントでも勝ってる説ある。どうだろう。ポイントは負けてるかな。あーら。デデデがめちゃくちゃ稼いでる。はい、で、スピンを最後に落としたい。スピン落としてないけど、落としたよね。一回ぐらいは。いったんじゃない今。あ、しかも1位だ。しかも1位だし、行ったんじゃない ?4 人。落とした気がするんだけど。お、オッケー来た!レベル3で1ゲーム中にネズミの怪盗ドロッチェ団たちを全員落とす、クリア。そして、おー、累計70回以上落とすもクリア。そして、すべての難易度で勝利するもクリア。いいですね。あと、これでやってないのが、20秒耐え忍ぶと、三条なりきりドロッチェ。まあ、これはなりきりお面つける。で、あー、これは全部のコンプリートか。なるほど。まだまだちょっとやり込めそうですね。いや、一個のゲームに対してのミッションがめちゃくちゃ多いな。はい、アトラクション、おー、たくさん遊んで、クーのお面もゲット。そして、お、成績ボーナスで31個。めちゃくちゃスタンプ押してくれんじゃん。まだお面来るんじゃない?オッケー!グーイのお面ゲット。まだまだか。はい、クラッカー2個手に入れて、お、マルクのお面ゲット。いいんじゃない?あ、ここまでか。いやー、お面、結構揃ってきたね、でも。せっかくだからワドルディのやつから変えたいと思います。なりきりお面を選んで、どうしようかな。グーイくらいにしとくか。よし、じゃあグーイで決定。かわいいね。よーし、じゃあ次回からグーイでちょっと探検したいと思います。お土産は、まあ、とりあえずはいいかな。じゃあストーリーモードに戻りまして、次回は、レベル1のステージ4からですね、エナジースフィアが4つってさっき書いてあったので、結構ここ気合い入れて見つけないといけないと思います。なんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。